おはようございます。木村農園です。今日は芋掘り2日目やっていきます。昨日1日目の芋掘りをやりましたが、いつもユンボパワーショベルを使って収穫をしているんですが、いよいよバッテリーがダメになったので手で掘りました。手で掘るって言ってもスコップなんですが、今人力は疲れますね。1日空けて今日もうすでにヘトヘトになっています。でユンボのバッテリーを交換して、で今日はユンボで掘っていっています。よいしょ。では左に曲がります。ナスビのトンネルを抜けていきましょう。ナスビ今日もね、小さいのを漬物用で取りました。収穫終わりって言ってもね、なるんでちょこちょこ取っています。で芋、昨日1畝目収穫して、今日2畝目、今これほど掘りました。で3、4、5で向こうに6がいます。今年モグラやネズミの被害は少なくて、いいのがたくさんなっています。手のひら超えです。20センチいってるかな。じゃあカメラを固定して、
掘り起こした芋のつるをハサミで切り取って大体の大きさに分けています。こうばらけて置いてるのは乾燥させてるからです。芋姉ちゃんいました。どうですか今年の芋は。いい感じ。今日は芋天。今日芋天するそうです。全部で6畝あって、昨日1畝で今日2畝、残り半分、半分か、半分やな、あと3畝で芋の収穫が終わりです。